株式会社ビジョンメガネは、大阪府大阪市に本社を置く、メガネコンタクトレンズ、補聴器及び、その関連商品を取り扱う小売専門店チェーンを展開する会社である。1976年10月31日創業、メガネコンタクトレンズ、補聴器の小売専門店チェーン大手。1976年大阪市東淀川区に1号店、出店。 1984年関東1号店を東京都荒川区荒川に出店。その後中小業者を吸収しながら関東店舗網を拡大。1999年メガネ小売業界で初めて品質の国際企画 ISO9000 に環境の国際企画 ISO14001 を相次いで取得。2000年4月株式を店頭公開した。 しかしロープライスショップの台頭から徐々に売り上げが落ち込み、持ち株会社化し、再建に取り組むも赤字基調から脱却ならず、株式会社ビジョンホールディングス及び、子会社株式会社ビジョンメガネともに2013年11月25日、東京地方裁判所に民事再生法の適用を申請、保全命令を受けた。負債総額は、両社合わせて約77億円。 同日、民事再生手続きに伴う、スポンサー選定手続きにおいて、KSG グループ株式、会社経営戦略合同事務所とスポンサー契約を締結。8月11日、再生計画に基づく一括弁採をに実施し、8月21日に、東京地方裁判所より、再生手続き集結の決定を受けた。2016年12月15日、 経営戦略合同事務所が保有するビジョンメガネグループ全株式を譲渡した。株式会社ビジョンホールディングスは2016年1月1日付で株式会社ビジョンメガネへ逆さ合併の形で吸収合併された。2017年5月1日付で株式会社ビジョンメガネマーケティングと株式会社オフトキャピタルを吸収合併した。1986年に テレビ CM が放映開始。ビジョンくんと呼ばれる犬がビジョンメガネの店に向けて地面に穴を掘り進めるが、掘り抜いた先には店ではなくて先ほどの穴の入り口に向かうビジョンメガネの看板があり、ビジョンくんが驚くというオチである。この CM は15年間使用された。2010年頃からビジョンくんが掘り抜いた場所から、 ビジョンメガネの店に駆け込むシーンがオチの後に追加されている。2011年の CM では実写版になり、ビジョンくんの着ぐるみを宮川大輔が着ていたというオチになっている。ありがとうございます。